あ、じゃあ呼びますんで。あ、そうだ。皆様ごきげんよう。タウメオルケスタ、おかみです。おかみの部屋へようこそ。タウメオルケスタのメイツを呼んで、皆さんのね、中身をどんどん紐解いていきたいと思います。本日のゲスト、どうも、こゆき。どうですか、この背景は何ですか。この金屏風は誰ですか。なんかこうめでたい感じよ、すごい。なんかね、あの結婚発表みたいなね。いや、もう小雪さんにぴったりなキンキラ屏風の前からお届けしたいと思います。よろしくお願いします。キラキラキラ。さあ、トロンボーン、マスカ小雪です。マスカって、私最初会った時、マスカっていう名字めちゃくちゃ珍しいなと思って。そうね、いる？いないね、今までいないね。なんか、うん、うちのお父さんが福井出身で、で福井のそのある地域にはマスカ一族がいたらしい。今も？今はね、もういないかな。もう耐えた。生き残り？生き残り。北海道出身？北海道出身、札幌出身で。なるほど。来ました。北海道に別にマスカ系はいないと思う。いないね、うんうん、なるほどね。そう、さあ、まあ、そんなマスカ、こういうマスカかっこいいね。何回も言う人。そう、マスカって名前なのって聞かれることもよくある、うん、やっぱり冬生まれ。あとね、春かな。小雪は？あ、なんか、あ、ちょっとね、すごいいろんな思い出っていうか、由来が、うん、雪のちょっと残ってる5月生まれなんだけど、うんうんうん、5月ってまだ北海道では降るの、ゴールデンウィークぐらいまでは。え、降ってるの？もう最後に降るみたいな。そう、降ったみたいな時があるんだけど、まあ、そういう日に生まれて白くてちっちゃくて可愛いから、こう来てつけたんだよって母に言われて、たんだけど、なんか小学校の時にその自分の名前の由来を調べてきてくださいみたいな授業があって、調べて、本当はねみたいな、うん、怖い。お父さんが中学校の時に好きだった先輩の名前だって、お父さんよく選んだね、お母さんねって。さあ、というわけで、まあ、おかみの聞きたい5つのことを、はい、今日もですね、聞いていきたいと思います。まずは楽器を始めた経緯、はい、教えてください。はい、4歳の時にピアノ、いとこのおばさんが先生でやっていて、で面白そうって習いに行ってのが、自分でやりたいと思って、そうやりたいと思ってやり始めた、うん、クラシックピアノ。そうだね、うん、なんか、うん、緩い感じで始めて、うんうん、で小学校の高学年ぐらいになって、打楽器クラブみたいのがあって、うん、そこで、お、叩くの楽しいじゃんみたいになって、お、ドラムを始めて。そうなんです。打楽器系に。コテキ隊とは違うんだけど、なんか打楽器クラブ、ね、打楽器クラブ。じゃあドラムと、うん、いや、なんかね、大太鼓、小太鼓、うん、みたいなのだけみたいな。すごいね。その何や、そのメロディーなし。メロディーな、アコーディオンがいたっけな、うん、で中学校ドラムやりたいから、うん、吹奏楽行って、うん、ドラムやりたいですって言って、じゃあ打楽器パート、打楽器パート、パーカスだ、パーカス、パーカスやりましたね。あ、じゃあもうこういうのもやったり。あ、もうこれもうずっとこうシンバル持って、うん、プルプルみたいな、うん、一発しかないもんね。なんかそうそう、みたいな気合いの、はい、ここみたいな、パフーな。あと、あの大太鼓こうなんか、あ、そうそう、これどんどんこれね、この左手でね、こう離して、どんだあれね、やってたよ。あ、じゃあもう一通りのパーカッションは、そう、そこでやった。もう全部じっくり、ね、中学生やりましたね。はい、はい、で、まあ、いっぱいやんなきゃいけないから、うん、なんか一つ絞りたいなと思って、うん、で合奏の時に、あ、遠くの方にこう動いてるやつがあって、うん、あれかっこいいじゃんと思って、うん、で高校の吹奏楽入ってトロンボーンになりましたね。あ、
高校からなのね。それって部活だけで練習、先輩に教えてもらうオンリー？先輩だね。そう、たまになんか OB が来て教えてくれたりとか、うん、なんか有名な先生来てとかいうのは全然なかったから。なんかあの私も中高は先輩に教わってみたけど、今思うとすごいとんでもないなんか変なこととか言われてたなと思って、なんかあのどういうなんかあのもう金管楽器吹いたら終わるからねみたいな、なんかそのなんかもうあの別の楽器吹いたらアンプ車崩れちゃうから、もうとんと生命サックス生命終わるみたいなこと言われてて怖いって思ってたんだけど、今考えると別に関係ないだろうね。高校3年間ずっと吹奏楽やって、うん、そうそうやって、高2ぐらいからあの個人レッスン突き出して、うん、おそうなんか東京行きたいなと思って、お音大行こうかみたいな感じで。すごいね。だってさ、トロンボ始めて2年でもうそんな気持ちに、そうだ、ね、気持ちになったみたい。すごいね。漠然と東京に行きたいみたいなのは昔からあったのか。そう、もうずっとあって、うん、なんか良さそうみたいな感じで。北海道のどちら？北海道の札幌、ね、札幌十分都会じゃんね。十分都会だったなと思うんだけど、でもなんかやっぱここではない、ここではないどこかへ北海道だけにですか、はい、っていう思いで、でそうだね、音大目指すためにその個人レッスンついてって、ピアノの先生もこうランクアップして、あピアノもずっと続けてたんだ。そう、えおばさんに、おばさん、いや、いろいろ8人ぐらい変わったかな。なんでなんで逆に怖いよ。なんでなんで、合わなくてね、先生と自分的に自分がもうなんやだ、チェンジでって、ね、そうお母さんチェンジでいやな、子供やな。え、じゃあクラシックピアノとトロンボもクラシック？うん、もう完全にクラシックしか知らなかったっていうか、札幌のトロンボなヤマハとか、うん、じゃあ個人レッスン、個人レッスン、あの札幌交響楽団みたいなのの、そうトロンボーンならこの人に習うみたいな、全員この人に習うみたいな、登竜門みたいな、その人について、そうで 音大を受験してこっちに、うん、って感じですね。専属音楽大学、ね、ついた先生のお弟子さんが教えてる、うんっていう大学だったのね、専属で。うん、だからこの人に就くといいよって言われて、その大学にしたんだ。へえ、あ、じゃあおすすめもあって、あ、そうそうそう、のクラシック科。クラシック科、それって何、トロンボーン科っていうのがあるの？そう、器楽科専攻トロンボーン科。その頃ってジャズ科はあったの？ジャズ科はあった、校舎は違うけど、うん、あって、そこ、そうだね、うんうん、なんか交流があったりするの、ジャズ科の人たちとクラシック科の、うん、普通はないんだけど、うん、まあ、授業で一緒だったりして隣の席で仲良くなるみたいなのはあるけど、音楽を一緒に奏でるっていうことは全くない、うん、普通はなくて、まあ、そかそか。で、私の時は、うん、そのジャズ科にのトロンボーンが一人しかいないから、ビッグバンドができないから、うん、授業でビッグバンドしたいからちょっと来てっていう知り合いの感じで行って、そこでジャズ科の人たちと交流はあった。へえ、うん、そこでジャズを多分初めて、うん、ドゥダドゥダを初めて吹いたかなっていう、うん、思い出が、ね、全然ね違うもんね。違う、ね、私もずっと吹奏楽、中高吹奏楽部で、うん、その大学に入ってから、あの師匠についてジャズを勉強しだした時に、そのドゥダ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 、何これ全然違うやんみたいな、なんか恥ずかしいみたいな、なんかね、全然、しかもそのなんかそのスイングの感じとかも、まあ、全然わかんないし、うんうんうん、なんか重いとか軽いとか言われても、なんか何のことやらさっぱりみたいな、ね、やっぱこの吹奏楽部からビッグバンドとかジャズに転向する人ってすごい多いと思うんだけど、うんうん、大きな溝がはいはいはい、あってね、あったね。バンドとか組んだりとかはしてたの？なんかそのユニットとか、なんかこうキンゴとか、あったあった、そうキンゴとかあったやっぱこう五重奏、五重奏だったり十重奏だったり、まあ、トロンボーン内がやっぱ50人ぐらいいるのかな、うん、学年、全学年で、マジで多いな。特会非会チームを変えて、うん、それで卒業していろいろこうバンドもやってるじゃない。それはなんかこうどういう経緯で、
なんかこういろんなバンドをやることに。それは在学中から私はスカバンドに入って、うん、それはもう全然大学の人じゃなくて社会人の感じで紹介で入って、うん、それでもうめっちゃこう海外ツアーとかいきなり行ったりとかできて、うんうん、すごい、うん、よかったよかったって感じなんだけど、それから派生してこう来るもの拒まずで、うんうん、いろんな人に誘われたやつ全部やってって、うん、もうね月からの、うん、全部違うバンドで曜日で埋め尽くされるみたいなのやって、うん、そうだね全部やりたかったから、うん、あの煙のコピ版みたいなのをやったり、お楽しげ本当にいろんなバンドやってるなっていう印象すごいあって、うん、だからなんかでもなんかこう田植えの誰となんかこう田植えのメンバーでもともとすごい仲良かった人っていますいないんだよ ねだから意外とこんななんかすごい活躍して田植えのメンバーもいろんなところでやってるのに、うん、意外となんかあんまり交差してないっていうのもなんか不思議な ね今はクラシックはもう全然クラシックは、トロンボーン40層みたいなのをずっと、うん卒業した時ぐらいからかな、うん、ずっとそれだけはやってて、まあ、年に1回そのオーケストラの仕事があるかなないかなみたいな、また全然違う学ブルの現場みたいな、ね、そうだよね、クラシックといえばもうやっぱ絶対にミスってはいけないみたいな、その音外してはいけないじゃないですか、ピアニッシモをプンってね、そうみたいな、 なんかもう60小節ぐらい休んだ上でプンまあ片やそのジャズとかはもうなんか間違える間違えないということよりもなんかこうその場でのこのなんていうかセッション感が求められることの方が多いからまたね全然違う音楽、ね、憧れたなそのセッション感みたいなあうわ自由みたいな。では、次の質問、まあ、人生自分史に残る一曲を教えてください、やっぱこれですね、やーやーやーですね、やーやーやーな意外だったやー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 でね、うん、やっぱそこからここまで来たんだな、やーやーやーでやーやーやーのエンジンでここまで、あのエンジンすごかったですね。でそこであのドラムがかっこいいって思って、あそのやーやーのドラムでかっこいいと思ったんですよね。へ発表会みたいなのでやーやーやーでこうドッタンドッタンみたいな、うん、どうやったんだっけな、大太鼓と小太鼓ここに置いてドッタンドッタンってやったのかないやすごい原始的な、すごいね、なんかそう、うん、ドラムないのかよってねドッタンドッタンすごい創意工夫がね、でもなんとかしてやーやーやーをやりたいというね、パッションで、スラムダンクかな、うん、その次にスラムダンクで君が好きだとドドバンみたいな、あドドバンでそこで初めてドラム叩かせてもらったの、ああドンタンドンタンからこれからちゃんとしたドラムで交差したイエーイみたいなずっとこうだったからね、そうそうそう、こうだったマジか、へえ、まあきっかけとしてやーやーやーでしたね。あお母さんはちなみに音楽は？あ全然カラオケぐらいだもんでね。あ全然そうなんだ。じゃあそのマスカケ初のミュージシャン。そうですね。おマスカケ初そうですね。兄弟はいる？一個下に弟がいて、うん、やってるなんか音楽は。それの全部私の真似するんだけど、うん、こう挫折するみたいな。あそういう感じでしたね。反対されなかった、その東京に行くとか音楽で仕事するとかっていうのって。そうだね、言葉で反対はなかったね。何で逆に何なんか何仕事に困ったらあの知り合いいるからなみたいな、反対はしないけど、うん、すごく心配だぞみたいなあでもねライブは積極的に行ったら来てくれる。あ札幌公演とかねやると絶対来てくれる。やっぱ故郷でのねライブっていうのは一つね、ひとしおだよね。自分のそのなんていうか個人的にはよく行ってるの、札幌でライブっていうのは。そうコロナ禍になる前はもう全然、ね、年に1回は絶対やろうとして、東京からみたいな、ザワザワみたいな、ね、なんかプロみたいなね、うん、田舎に行くとすごいそのなんかうちもそうだけどなんかもうプロじゃけねえ、ともこは
サインもらっとかんといけんな、なんかずっと言われるんだよね。もうね、今最近とかはなんかお気に入りの曲とかってあるんですか？最近、うん、最近、あーそうだな、あ最近ね、上を向いて歩こうをね、うん、アレンジしたんですよ。おトロンボーン40奏のやつやって、うん、あれってね夜の曲だったんだねって思って。あそうだね、ね、うん、そう、星よって出るもんね。そうそう、私メジャーの曲が好きで、うん、明るい曲が好きなんですけど、そう、でもちょっと切ないよねあの曲。そう、うん、全然切ないよな、明るいメロディーなのに切ないよね。そう、涙がこぼれないようにしてるなみたいな、うんうん、そうそう、で、ねね、夜のイメージで、うん、ワルツみたいな感じで作って、へえ、聞いてみたい。ちょっと私とマミさんそれ聞くべきだと思う。トロンボーンのこともっとわからないといけないから。どのぐらいのね一番謎が多いみたいな美しいトロンボーンのハモリみたいなね。メイクで例えるならもうやっぱもう基礎、このファンデみたいなファンデーションみたいな、あのやってないと絶対すごいすっぴん感出ちゃうみたいな。でもなんかこうそんなにすごいこうアイメイクとかリップみたいにこうバーって出てくるわけじゃないんだけど、いやあれ結構ね、でもその肩やそのビッグバンドでは結構支える感じだけど、そのスカパラとかああいうね、そのブラシロックのバンドになるとやっぱ動きめっちゃ派手だから一番かっこいいなって私は思って、つい最近公開したあのワインダウンの PV でもやっぱあれもう見てて小池さんの動き良かったね、すごいやっぱね、うん、やっぱトロンボーンやっぱねこう動きが大きいから、ああいう映像にした時にいいなって思って ねまたね、ああいう映像を見て私もトロンボーンやりたいって思う人がね、ああね、うん、出てくれればね、トロンボーン独特のね、うん、音色っていうのがハモった時にこうブワーってこう増幅するじゃない。そうそうそう、あれがね、気持ちいいですね。そう、気持ちいいってなる。ちなみになんかこう師匠に一番注意されたことって何だと？一番注意はやっぱ音程だね。あ、めっちゃ厳しい先生だ。管楽器特有のその音によってピッチのこの傾向が違う、うんうん、それはやっぱ奏者がこの口の加減だったりとかで、うんうん、フォローしなきゃいけないっていうね、あれは一生 ね、の一生戦わなきゃいけないところだよね。毎日戦って、うん、次はですね、あの小雪さんならではの質問なんですが、もうね、あの全然関係ないですけど、小雪さんといえば魚魚との出会いはそうですね、はい、どこね、いつとすればいいのか、うん、魚は子供頃からずっと好き。好きですね、うん、本当に嫌いな魚はいないですね。肉より魚、肉より魚でしたね、子供の頃から。まあね、北海道で海産物はね、うん、豊富で新鮮で、やっぱ鮭のイメージ、鮭とホッケのイメージ。ああ、そう、鮭はね、うん、そうそう、なんか家にこうドーンってこうドーンみたいなのでかいやつだ送られてきて正月とかに送られてお歳暮そうそう、みたいなやつのやつで、うん、こう毎年切ってたかな確か。でいくら付きみたいな、お中にいくら入ってて毎年それをお母さんがつけるみたいな。すごい、やってましたね。それは魚との出会いですね鮭そんな好きじゃなかったけど、何が、ウニが好きだった。ウニ、ウニ、子供の頃小6ぐらいの時初めて食べて、うん、衝撃みたいな、なった。へー、と、そう、あ、まあね、そう、食べるとしてはそういう感じだけど、さば、うん、き始めたのは、うん、あのこっち来てからですね、大学1年の時だったかな。あ、もう来て早々、来て早々にやらなきゃって思って、うん、それはやっぱ何、あの自分で魚が食べたいという欲求が高じて、うん、じゃなくて、まあ、札幌出身で魚さばけないのは恥ずかしいだろうみたいな、うん、そんなことない自分で自分を奮い立たせてよし、
練習するぞみたいな、うん、アジから始めてね。いやでもすごいよね。でも一人暮らしでそうさばいてる人なんて珍しかったでしょ。そうだね、うん、なんかそう百均の包丁でね、うん、みたいなやって。えじゃあ最初イワシとか、そうアジから、アジからはい、アジの税ごとりから始めて。ちなみにこれ難しいとかあるの？なんかそのこの魚は難しいよみたいな。あなんかね規格が違う、骨の入り方が違うとこう骨こう切れないみたいな。例えば、例えばコチとか、コチマゴチとかね、こうなんかのっぺみたいな、地面にいそうなカサゴとか、そういうカサゴ、あの毒針をね、切ってからやるとかね、いろいろ、まあ、YouTube 先生にいつも教えていただいてやってますけど。へえ、そうそう。釣りも、釣りもね、そうそう、めっちゃ焼けちゃったんだけどこの間行って。いやー鬼カサゴ良かったですねそれ船で、船で沖釣りで行って、江ノ島からわビューンって行って。えでもさ待ってる時間すごい長いでしょ。うん、もうちょっと寝たりとかでしょ、うん、そうやってなんていうんだろう、私とかだとやっぱ買った方が早いって思っちゃうんですけどいやそういうことじゃない の、 あの市場で新鮮なの買っても。いや違うんですよ、もう色が違うから、生きてるから。市場で買うやつと、あもうびちゃびちゃびちゃみたいな、あこんなヒレの色だったんだね君みたいな、あかわいいみたいな、かわいい、かわいい、なるほどね。そうなんですよ、へそういうのが好きですね。ちなみに食べるので一番好きな魚はサバですね。と絶対にサバですね。北海道の方はサバも結構、サバね取れてたのかな、いつも塩焼きが食卓にありましたけどね。もうサバといえばもう山口県とか福岡はもう関ですね、うん、関サバ、関アジ、うん、いや私もサバとかアジはすごい子供の頃からいっぱい食べてきたかな。うん、逆にマグロとかを、マグロとかはさばきます？マグロはね、まあ、もらったらさばきますけど、うん、マグロ食べてた子供 の、 あの北海道の頃ってあんまりね食べてなかったかもしれない。うん、うん、あんま馴染みがなかったし、ね、私もなかった。なんか東京に来て初めてマグロ食べて、初めてっていうか多分食べたことあったんだろうけど、あんまり、うん、東京ってすごいマグロいっぱいね、マグロマグロ言うよね。お寿司屋さんでもなんかもう花形になってるじゃん。そうやるけど、美味しいこれみたいな、なんか私もう東京来てからマグロ大好きになっちゃって目覚めたんだ、うん、目覚めた、今大好きいつかね、まあ、あの本当にあの捌くっていうあのこのね企画をね、ぜひねやりたいね。だから多分メイツでも捌ける人って、捌ける捌ける、イワシ、イワシ、イワシ捌ける、イワシね、イワシってなんか手で捌く方法もある。あね、背びらきとか腹びらきとか、ね、みたいな。でも私は全くさばけない、ただ見てるだけ、あの料理番組とかでずっと見てるだけで魚は基本切り身を買ってきて焼くそっかぐらいしか、うん、そっかそっか。サバもさ、もう今冷凍のサバすごい美味しくて、美味しいよね、わかる。それをただ焼くだけっていう感じで、ノルウェー美味しい、ノルウェー美味しい、あれは脂乗ってて美味しいです ね、 ね、 ね、ノルウェーのサバ美味しい、そうです何のトークか分かんなくなってきちゃった。そうね、はい、さあじゃあ、もうちょっとすごいたくさん話したので、最後にタオヤメなんで魚のちょっと変な流れ、流れが変なのこれまあ、あの最後の質問になりましたが、タオヤメオルケストラはどんな存在ですか？ね、うん、機能的で個性的ですね。おはい、なんかユニクロの CM みたいな、はいはい、なんかねこうこんなに一人一人がこう役割分担が、ね、うん、得意のとするとこで動いて、自発的に動いて、あやっといたよみたいな、すげえみたいな、うん、あんまり今までやってきたバンドの中でそんなバンド一つもなくて、うん、すごいなと思って、ね、うん、みんな確かにね機能的だよね、機能的いやなんかそれもここ 3,4 年の話で、 それまでは全部自分でや、私がこうもうなんかやらなきゃみたいな、はいはいはい、もうすごい気を張ってた時代で、もう最近はねみんなにどん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 振るっていうことを覚えて、そうするとでもやっぱ他の人に頼むとアイデアがまたそこで生まれて、うんうん、自分で全部やるより結果的にやっぱいいものに、ね、あなる。で今日のこの会場とかも、ね、あの
みんなにこうそれぞれにこの撮影会場を選んでもらったんだけど、絶対私こんなとこ選ばないので、ね、自分だったらこれね、これすごい ね、まあ、そういういいところがね。小雪さんは2019年に加入ということで ね、まあ、それまで長いサポート期間が、ね、あったんだけど、でも本当にねみんなウェルカムでね、なんか小雪さんってあの本当に飲み会になったらすごいよく喋るんだけど、普段意外と寡黙でしょ。はい、そうなんですよ、うん、だから今日とかもなんかちょっとこうやって喋るのなんかちょっと大丈夫かなみたいな心配してたな心配してた。だからあなんか意外だな、なんかでも普段からさ意外と酔っ払うと本音を言ってくれるからでもあこんなこと考えてたんだなみたいな感じで、ね、そうね、そうシラフで言えればいいんですけど、ね、いや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 、まあ、でも今日は全然たくさん喋ってもらったから多分みんなにもあの魅力が伝わって、ね、次回は飲みながら魚をさばけばさらにもっと自分もね、すごい滑らかにこう滑らかに もっと滑らかに、うん、なるのではないでしょうか。はい、というわけで、今日はトロンボーンマスカ小雪の半生をですね紐解いてまいりました。いかがだったでしょうか。まあ、あのまたね今後もマスカ小雪のトロンボーン並びに魚ライフ、はい、要注目。というわけで本日のゲストトロンボーン小雪でした。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。